おはようございます。私から冒頭1点、ガソリン の値上げの問題について、お話したいと思います。ガソリン の値上げがとどまらず、全国平均価格が、レギュラーで、1リッターあたり155円を超えるという、3年半ぶりの高値になっております。地域によっては160円を超えるところも出てきております。また原油値上げに関連して、石油化学製品も値上げラッシュが続いており、これが家計や企業の負担増になって、消費低迷や企業業績の悪化につながることが懸念をされております。放置をしておきますと、これ、景気の下押し要因にもなりますし、また被災地ではですね、ようやく復興が序についたばかりということで、このガソリンの値上がりが二重の苦しみになっております。で、このガソリンの値上げについてはですね、これは世界的な原油高、これはイラン情勢や金融緩和等によって、世界的な原油高になっていることに加えてですね、最近為替がですね、円安傾向に触れているということも要因をしておりまして、日本の国だけでこの問題どうこうできるという問題ではないわけです。世界的な要因と言わざるを得ないわけですけれども、ただですね、例えばこの運送業界とか、あるいはその農業、漁業、あるいはその観光業とかですね、あるいはその福祉関係とか、非常に影響が大きいところも出てくるわけで、政府としてはですね、やはりこの業種ごとの影響というものを詳細に把握をして、きめ細かな対応を取る必要があるのではないかと思います。合わせてですね、やっぱり供給不安が生じないように、緊急時には、例えば備蓄を放出する等ですね、十分な対応策をあらかじめ、取っておく必要があるのではないかというふうに思います。この点について、党としてもですね、総合経済対策本部を中心に対応策をしっかり取りまとめたいと思っております。今の政府の対応を見てますと、こういう深刻な状況に対して全く対応が取られていない、メッセージが発せられていないということに大変危機感を持っておりまして、政府としてこのガソリン高騰の問題にきちっとした対応を取る、またメッセージをきちっと出すということを改めて求めたいというふうに思います。私から以上です。郵政なんですけれども、昨日、自民党との間で政調会長会の合意が分かりました。この受け止めとですね、自民党の中では早くですね、反対という声が上がってますけれども、党内手続きが、自民党の党内手続きが長期化することも予想されているんですが、その党内、自民党の党内手続きについて求めることがあります。郵政の郵政改革についてはですね、これまで長い議論ありましたけれども、私も一貫してですね、このまま放置しておくと、国民の貴重なインフラである、重要なインフラであるこの郵政事業が毀損をすると、早く対応しなければいけないということで一貫してきたわけですけれども、ようやく自民党、公明党との間でですね、政調会長官の合意ができたということについてはですね、
積極的に評価をしたいというふうに思いますし、また自民党の関係者の皆さんの努力に対してもですね、敬意を表したいというふうに思います。党内手続きが残されているわけでございますけれども、週明けにはですね、きちっと党内手続きがなされるというふうに期待をしておりますし、それを見守っていきたいと思っております。選挙制度なんですけれども、昨日タルトコ座長からのヒアリングが終わって、各党のヒアリングが全部終わったんですけれども、改めてその座長にどういった取りまとめ、どういった視点での取りまとめを期待するかというところを聞かせていただきます。これは各党協議会がスタートして、協議を積み重ねてきてですね、一票の格差是正と定数削減、選挙制度を一体的に改革をすると、実現をするということで、各党間の合意ができですね、民主党座長である民主党の田所子座長がですね、それを踏まえて各党の意見をヒアリングをするということで、一巡したわけですので、その上で与党としてその課題に応える具体案が示されるものというふうに期待をしております。あくまでも一票の格差ですね、これは当然でありますけれども、定数削減、また選挙制度の一体改革の案が示されるものというふうに期待しております。すみません、明日なんですけれども、大阪市の橋本市長を率いる維新の会が政治塾を開講するということで、国政進出の第一歩と見られているんですが、これについてどのように考えていらっしゃるかという点と、将来的な国政での協力という点について今の幹事長のお考えをお願いいたします。維新の会とはですね、これは大阪府本部レベルで、大阪を元気にすると、大阪を再活性化するという観点で、府議会の在り方、大阪市の在り方、大阪府の在り方等について、協議をしてきて、積み重ねてきて、一定の成果が出てると思いますし、それから大阪都構想についてもですね、その実現に向けて法整備をするということについても、党内で議論を進めてきて、一定の法案を取りまとめ、これを提出するというところまで来ているわけでございますので、その協力関係というのはですね、これからも必要な協議をしていくというふうになるかと思います。国政進出ということについてはですね、今後の維新の会の政策や具体的な擁立の仕方等、いろいろ注視をしていかなければいけないというふうに思っておりますけれども、今すぐにそれについてどうこうということはありません。はい、自民党のところで、二監督の際に、自民党の説明では、スポーツ解散の選挙メンバーで一致したという説明があるんですけれども、昨日夜もですね、自民党の幹事長、自民党と会談されたと思いますが、今後、その山口代表の会期末の解散の一つの目安というか、一つの標準だと発言されていますが、会期末の解散の解散かねてから申し上げてますけれども、解散・総選挙というのは、これは総理の専権事項ですので、私どもはですね、すでに民主党政権が発足して2年半以上経って、この間、3人の総理が交代をしている、
またマニフェストが総崩れをしている、さらにはこのマニフェストにない消費税、増税に、必死になっているということと、さらに具体的な例えば先ほど申し上げたこのガソリンの高騰の問題、いわゆる経済問題とかですね、外交安全保障とか、そういうことについて政権運営のリアリティがないということを一貫して申し上げてきたわけですけれども、そういう意味ではいつでも国民の信を問わなきゃならない、信を問わざるを得ない状況にあるというふうに思っております。そういう意味では私どもとしてはですね、一貫してもう信を問う状況、問わざるを得ない状況にあるということを申し上げておりますから、そういう姿勢をきちっと貫いていくということだろうというふうに思っております。結果として総理が信を問わざるを得ない、そういう状況が生まれてくるだろうというふうに思っております。それがいつであるかということについて言えば、すでに信を問わざるを得ない状況にはあるんじゃないかというふうに思ってますけれども。ミスターは今、政府と社会保障に絶対かかるという場合に問題議論してますけれども、その中でですね、消費税増税関連法案に歳入庁の創設を盛り込むことが検討されているんですけど、この是非とですね、歳入庁構想に事態についてそのこの辺の考え方を改めてお願いします。まず今民主党内で、消費税法案の閣議決定をめぐって議論がされておりますけれども、そもそも社会保障と税の一体改革というのが、その大義名分になっているわけですけれども、かねてから申し上げているように、社会保障の全体像を示さないまま消費税を引き上げるという議論というのは、私は一体改革の内に値しない、したがって今のこの消費税の閣議決定の議論というのは、本来その何であったのかと、社会保障の税と税の一体改革というですね、一体で議論すべきものを消費税の引き上げだけを議論しているということについては、私はその議論について、どうこう言うような状況にないと言いますか、やるならちゃんと社会保障の全体像を示した上で、その税率をどうするかと、こういう議論を本来民主党はやるべきなんであってですね、消費税の引き上げを突出して議論していることに非常に違和感を持って、おります。で、歳入庁についてはですね、これまだ党内でそのこと自体についてまだ結論を持ってはおりませんけれども、提起されれば当然これ法案になって出てくると思いますから、当然検討したいと思いますけれども、今のじゃあ仕組みの中で、それが現実的にですね、機能するのかどうか、そこはきちっと見定めなければいけないと思っております。すみません、今日から民主党の輿石幹事長を訪中されて、次期国家主席と予定されている習近平さんとお会いするんですが、一方で鳩山元総理も同じように習近平さんと同じタイミングでお会いされるということで、同じ党内で二元外交状態になっていると、しかも鳩山さんは小沢さんの親書を持っているという話もあるんですけれども、そういった中国側を困らせるような外交の状態というのはどう見てらっしゃるのかというのを。これは政党間のですね、交流協議というのは私はあってしかるべきだと思いますし、私どもも、政党間協議というのはですね、継続的に行っているわけです。そういう意味で党の正式な代表が訪中されるということについてはですね、それはそれで結構なことじゃないかというふうに思っております。
ただ、まあ、予算の、年度末に成立するかどうかというですね、まあ、非常に大事な時期ですから、そのこととの関係をどういうふうに考えられているのか、まあ、その辺については若干、まあ、疑問がございます。合わせて、まあ、鳩山さんが同じ時期に訪中をして、まあ、同じ人に会われるというような報道がされてますけれども、それは、まあ、実際どうか分かりませんけれども、鳩山さんがどういう立場で、いらっしゃるのか、党を代表していらっしゃるのか、また個人なのか、まあ、そういうことがはっきりしませんので、何とも申し上げられませんけれども、ただ、まあ、党の最高顧問に当たる人ですから、そこはやはり党内で事前に調整があってしかるべきじゃないかと、相手に対してですね、それが、まあ、礼儀じゃないかというふうにという感想を持っています。はい。